はいどうも、しおりんでございます。今どこ来てるかというとですね、京都のね、木屋町でございます。高瀬川も流れておりますが、今日ねちょっとね京都でね友達と飲み会があってですね、どうせやったら前から気になってる京都のホテルに泊まってしまおうと思って来ております。そのホテルがこちらになります。じゃん。はい、ザ・ゲートホテル京都高瀬川バイヒューリックっていうホテルです。多分ね去年かな一昨年かな、これね学校を改装したホテルになります。でね上のねラウンジからね東山のね景色がすごい綺麗ということでですね、前々から気になっていたホテルでございます。どんな感じなのかですね、ちょっとですね、入っていきたいと思います。それでは、はい、まだありますね、京都市立立成小学校というんですかね、はい、の跡地です。こちらもありますね。はい、歴史的風致形成建造物京都市ということで、はい、今回2階のお部屋になっております。2階の21ですね。割と広めですね。あ、ここですね。はい、よいしょ。まあ景観のいい方ではないですが、なかなか清潔感のあるいい感じのお部屋かと思います。じゃあちょっと詳細見ていきましょうか。はい、まずね玄関入ってね、先にすごいね、まあちゃんとテレワークできるような設備が整ってるっていう感じです。床を見ると収納があって、金庫があって、これはですね、ここ長期滞在もできそうな感じですね。こっちはアイロン台とかスリッパが、まあ、先に部屋の中行きますか。こちらゴミ箱があって、空気清浄機があって、はい、電話があって、各種スイッチ、コンセントが普通のが1つって感じです。でこちらテレビがあって、
お、コーヒーメーカーですね。アリーの、はい、冷蔵庫があって、なんか電子系のケーブル類、こちらコップですね。シングルなんで普通のコップとコーヒー飲む用のコップですね。それでポットとケールがありますという感じでございます。こっちが水回りだと思いますが、ほう、入っていきなりトイレがあって、アメニティがある程度揃ってて、この辺にタオル類があるという感じですね。はい、ドライヤーはパナソニックのドライヤーっていう感じです。はい、トイレは普通の等々のやつですね。ほら、シャワーだけなんだ。ということで湯船がないタイプでございました。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープという感じでございます。あれですね、芝生ですね。はい、そうしましたらね、ホテルの中ちょっと探検しに行きたいと思います。2階なんでね、3階とか行けそうな気がするんですけど、階段で上は行けそうですね。階段でちょっと行ってみます。なんかこの辺の雰囲気ってあれですね、やっぱり元小学校っていう感じでございますね。こんな感じです。いろいろやって2時40分まで飲んでましたっていう感じでございます。またね、明日ね、朝起きた時にビデオの続き撮りたいと思います。まあね、とりあえず快適なホテルライフかと思っております。それでは寝ます。はい、どうも、しおみんでございます。ホテルチェックアウトしてきました。はい、朝の今ね10時40分ぐらいでございます。
はい、昨日ね3時まで飲んでたんで、あんまりねホテルの中滞在はしてませんでしたが、綺麗ですし、サービスも全然いいし、景観もいいし、ラウンジとかもあってね、くつろげるという感じでございます。デスクワークというかテレワークとかもね、できそうな感じでございますが、いい感じのホテルでございました。はい、ただね僕的にはやっぱりちょっとお風呂のね湯船がね欲しかったかなと思いますが、これはね、まあ、チェックインの時にいろいろ部屋のタイプを確認していただければ防げる問題かなと思っております。どっちかだったら僕が悪いのかなと思っております。はい、その辺も気にする人がいましたらですね、その辺も確認した上で、ご利用いただければと思います。この動画がいいと思った方はグッドボタンおよびチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。京都のねホテルもいろいろ紹介していこうかなと思っておりますんで、よろしくお願いします。ではまた違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。さあご飯食べに行こう。